アイコアリーは、ダンシュナイダーが制作し、2007年から2012年まで、ニコロデオンで放送された、アメリカのティーン向けシットコム。ミランダ・コスグローブ、ジェネット・マッカーディ、ネイサン・クレス、ジェリー・トレーナー、ノア・マンクが出演している。エミー賞の優秀子供番組賞に5回ノミネート、された。批評家からは、賛否両論の評価を受けたが、視聴者からは人気を博した。 2010年1月に放送されたエピソードアイセーブド・ユア・ライフは1120万人の視聴者を獲得し、ニコロ・デオン史上2番目に多くの視聴者を獲得したテレキャストとなった。2021年にはパロマントにてコスグローブ、クレス、トレーナーが復帰するリバイバルシリーズが配信された。番組は2007年9月8日から2012年11月23日に かけて7シーズン109話が放送された。シーズン1は TBY7 の評価だったが、シーズン2以降は TBG の評価を受けた。シーズン4制作の際、主演のコスグローブは7桁に及ぶ契約金にサインした。情報誌、テレビガイドの記事によると、彼女には1話につき18万ドルの出演料が支払われており、これは子役では2番目の高さである。 番組は、ニコロデオンオンサンセットで撮影されていたが、第6、最終シーズンは、クトラスタジオで収録された。2013年6月8日から2014年7月17日まで、スピンオフ作品の、サムキャットが放送された。本作のサムと、ビクトリアスのキャットを、主人公としており、サム以外の本作キャラクターが再登場するエピソードも、ある。 2009年11月から MTV ジャパンで字幕版が放送された。2010年11月16日から NHK 教育テレビで毎週火曜19時25分から19時50分の枠で吹き替え版の放送が開始された。本放送は2012年10月3日にシーズン後までで一旦終了した。2011年10月8日からは 教育テレビで毎週土曜18時25分から18時50分の枠で再放送が開始された。再放送は2013年8月24日に終了し同年8月31日より同時間帯でシーズン6から本放送が再開され同年12月7日に終了した。4週間のセレクション放送の後2014年1月11日より 1> 第1話から再放送が開始され、2016年2月13日に終了した。教育テレビでの放送の際、NHK では放送開始から約半年間、視聴者からの投稿動画を募集していた。2011年3月29日に、第19話の本放送の際、主演のミランダコスグローブから東日本大震災の被災者に向けた。 震災未満のメッセージが放送された。2018年10月1日から第1シーズンが毎週月曜19時25分から19時50分の枠で再放送された。ニコロデオンでは同月27日から毎週土曜日曜14時20分と22時40分に日本5字幕版で放送している。ある日、シアトルに住むティーンエイジャーのカーリーが サムとフレディと一緒に学芸会のオーディションを実施していた。ところが、そのオーディションの最中に、フレディが遊び半分で撮影したカーリーとサムの会話のシーンがインターネット上に流出してしまう。しかし、その流出映像が好評だったため、カーリーたちは、その好評に応えるように、インターネット番組 icarly.com をスタートした。その後、 アイコアリーはどんどん人気になり、カーリーたちは有名人となってしまう。メインとなる作中のウェブ番組で、カーリーとサムが進行役、フレディは撮影、大道具等を、ギビーがアシストやスタントを担当している。番組のコンセプトは面白ければ何でも OK。スタジオはマンションの9階にある。そのスタジオには主に信号機や、 フォードマスタングをモチーフとした彫刻があり、マスタングの彫刻の上にはモニターが現れる。なお、このモニターは、初期は、スタンダードサイズだったが、シーズン2で、ビスタサイズに変更されている。主なコーナーとしては、カーリーたちのショートコント、投稿動画の紹介、ランダムダンシング、ルーバートをいじくっちゃえ等がある。この他にも、 スイカを破裂させたりサンドイッチを腐らせたりすると、食べ物を粗末にするようなコーナーもある。本番中に不都合が生じると、緊急用のビデオを放送する。その多くは、食べ物で遊んでいる映像であるが、カーリーとサムが新体操をしている映像が使われるなどの例外もある。初期の頃から、黒巻合成を導入していて、合成を用いて、コントを行うこともある。 合成のテストは、ブリッグズ先生が出演していた時に行った。テレビ放映するという話が持ち上がったが、プロデューサーと番組側の折り合いがつかず、破談となった。熱狂的なファンもかなり抱えており、特にマンディは、オンエア中に乱入して番組を台無しにすることがあった。また、ファンの中には、フレディとカーリーが交際することを望む派閥と、 フレディとサムが交際することを望む派閥が存在している。最終回で番組は無期限の休止に入った。本作の第91から93話はビクトリアスとのクロスオーバーエピソードである。なお、ビクトリアス登場人物の一部の吹き替えキャストが本編と異なっている。エイプリルフールイコール4月1日をテーマにした第97話はアメリカでは ビクトリアスのエイプリルフールエピソードと同じ2012年3月24日に放送された。本作では、ビクトリアスの鳥居の家にカーリーたちがワープし、ギビーガレックスと一緒にいるロビーになり、ロビー役の本人が登場した。一方、ビクトリアスでは、ギビーの頭部レプリカを持ったスペンサーが鳥居と挨拶をした。ビクトリアス以外の作品とのクロスオーバーは、 第75から77話にて、ゾーイ101のキャラクター、ステーシー・ディルセンが登場している。また、第104から105話は、NBC の、レートナイト・ウィズ・ジミー・ファロンとのクロスオーバーであった。テーマ曲は、リーブ・イット・オール・トゥ・ミーで、バックハウス・マイクの作詞、作曲、主演のコス・グローブと、ドレイクジョシュで共演したドレイクベルによる、歌唱である。 コスグローブのデビュー曲でもある。2007年12月18日にシングル化されサウンドトラックアルバムに収録されている。サントラがリリースされていない日本ではコスグローブのアルバムスパークスフライにボーナストラックとして収録されている。オープニングバージョンは1分ほどであるがシングルバージョンは約2分40秒である。 ミュージックビデオも制作されており、歌唱しているコスグローブとベルに加えてマッカーディ、クレス、トレーナーも出演している。第93話ではビクトリアスの主題歌、メイクイットシャインとのマッシュアップ曲、v ーブ・ t a l オール・ト・シャインが登場する。この曲はビクトリアス、サウンドトラックに収録されている。2014年7月9日に、 シーズン1の日本版 DVD が発売された。NHK エンタープライズが発行し、キングレコードが販売する。収録順位は教育テレビでの放送順位に基づく。ありがとうございます。